と思ってさ。あんまりライブするときは飲まなくて、終わった後に飲む感じが多いですね。あ、今日はね、リラックスしてやってもらえればいいんで、全然。少しとかないか。暗めの暗めにします。もういきなりさっきになるこれになっちゃうけどいいですか。あ、いいですよ。あんま声量がないんで、壁を力を使って。あ、眩しい。眩しいって。アーモンド。まずない長い語呂がヒーラーのヒーラーのぐらいの3文字ぐらいじゃん。喜ぶあなたの横顔。恋人たちが来るか。スネレコに何か尊敬と憧れを抱いて今日までやってきまして、で今日そのすごい人たちと、そしてすごい好きな場所でできることがすごい嬉しいという、こんな緩いねイベントでこんな真面目なことをね言うべきじゃないんですけど、いや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 、でも絶対今日は喋るイベントだから、僕はね、これをダメだ、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい。そこがすり減った白いスニーカーが胃腸の絨毯を音を立て進む。街の外れの古本喫茶が立て付けが悪く集客も悪い。流行りの服装は彼には着こなせない。曇った窓を見つめて、ただ俺のスマホでね、画質的に小池さん撮ってる姿いいですね。あ、今じゃないです。丸の覚める速さに、誰かポストの画質のいいスマホ。大丈夫です、気持ちが入ってる。これ僕の気持ちいいよ。念のためが入りました。気持ちないよ、多分バグってます。俺と持ち替え区分け、もう四角には出てこないですか。区分け、区分け、チーズ。あ、もう一枚やってます。はい、そうだね。今年もありがとうございます。さらね、また一つ映ると、ウイルスに感染。ウイルスに感染。じゃあね、若さん、こう誰がどうするんですか。近づいて狂った時計を
覚める速さに別れを感じてる。曇った窓を見つめ